ハハ、相変わらずすがすがしいほどに真っ暗だね。いた！あ、ごめんなさい。ルル、なんとかなりそう？うん、もちろん。この道具があれば。視界が、うん、これなら十分探索できそうだな。うまくいきましたね。それじゃあ先に進みましょう。あ、痛い。どうして、どうして足を踏むんだい。え、もう暗くないってのに。あ、わざとじゃ、わざとじゃないんですよ。今度こそ出発しましょうね。ここまで暗いと簡単な明かりじゃ役に立たないかもね。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。間違っても口に入れちゃダメだからね。ほっ。よっと。今日も俺の怒りは輝いてるな。怒りを武器にするなんて、ニコさんってほんと変わってますよね。これは調合に使えそう。何の材料に。来たけど必要な材料を見つからないな。うん、どうしたものか。このまま闇雲に探しても拉致が。大丈夫だ、方向は合っている。マーナ様。マーナ様。あ、やば。いや、なんでもないよ。うん、ちょっと間違っちゃっただけさ。うん、そいつのことより今はオーソライズキーの方が先決だろ。必要な夜のかけらはこの先にあるぞ。さ、どんどん進むことだな。あ、ありがとう。ねえマナ、やっぱりここも。ん？ああ、そうだ。ここも元は重要な機械を置いていた施設の一つ。ここでは時間を調整する機械が稼働していた。まあ昼夜を多少いじるのが関の山だったが。昼夜、ホムラの領域といい、昔の機械文明は本当に進んでいたのだな。だが一つ疑問がある。それだけの機械文明がどうして滅びてしまったのだ。今よりも技術がはるかに進んでいたのなら、滅びを回避する術もあったろうに。その理由はとても簡単で、たった一つ。慢心だよ、ナルルは。
ガラクセンが何のための施設か知っているか？え？ううん、わからないけど。各地のガラクセンは機械を制御する役割を果たしていたの。代表的なものはアーランドのオルトガラクセン、アーキリスのフェルスガラクセン、そしてアールズにあったエヒトガラクセン。その残骸が今はモディス旧跡と呼ばれているが、そのうち最も重要だったのがエヒトガラクセン。最新鋭の技術を詰め込んだ最も優秀な施設だったの。だが何の因果か一番最初に根元からバッキリいってしまってな。その結果各地の機械は大暴走、人間たちは大慌て、どうやっても収拾はつけられず、結果として機械文明は終わりを告げたと。そういうわけだ。技術を過信したツケだな、ツケ。おや、どうしたんだい、ルルアちゃん。ずいぶんとほうけた顔をしているけど。いや、いろいろと頭の整理が追いつかなくて。とりあえず一つ質問なんだけど、ねえマーナ、マーナはどうしてそんなことを知っているの？セクナセクナ、もう少ししたら教えてやる、ルルアよ。オーソライズキーを調合したらオルトガラクセンの奥に来い。さっきも言ったが、夜のかけらはこの先にある。健闘を祈るぞ。ちょっとマーナ、マーナってば。ねえスティオ、マーナって一体？知ってはいるけど私の口からは言えないわ、ごめんなさい。ケチンボ、知ってるなら教えてくれても。ううん、違う、言いたくても言えないのよ。マーナがそう思っている限りね。うん、それってどういう？ルルア君、気になるのはわかるが、今は先を急ごう。フェレスガラクセンの倒壊はいつ起きてもおかしくないのだからな。あ、そうですよね、ごめんなさい。先に進みましょう。中身は何だい？待て、ルルア君。通してくれる気はないようだね。説得にも応じてもらえなそうだ。ならば仕方あるまい、切り捨てるのみ。
勝利だな。
いい最強に。よし、倒したね。さて、ルルアちゃん、お目当てのものは見つかったかい？はい、バッチリです。これが夜のかけらで間違いありません。それならよかった。これでオーソライズキーの材料は揃ったな。ええ、灼炎鉱と夜のかけら、あとはアトリエに戻って調合するだけ。よし、この調合は絶対に失敗できないし、気合い入れてやらないと。ルルアならきっと大丈夫だから、頑張ってね。うん、さあアトリエに戻ろう。しゃあ、張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。何を作ろうかな。どれがいいかな。これっていけるいける。はい、はい、おしまい。よし、オーソライズキー完成だ。これがオーソライズキー。話には聞いたことがあるけど、見るのは初めてだわ。え、そうなの？これってどんな道具なの？そうね、パーソナルキーよりも上位の権限を持った鍵よ。上位の権限？私はフェルスガラクセンのオペレーターだから、基本的にフェルスガラクセンの全てを掌握してるの。でも、あの扉は私の権限の範囲外にある。あれはもっと上位の権限がないと開かない。おそらくエヒトガラクセンの倒壊による誤作動で閉まったのでしょうね。でもこのオーソライズキーがあれば、あの扉を開けられるってこと？ええ、その通りと言いたいんだけど、ダメなのよ。え、どうして？鍵があってもダメなの？ええ、私にはそもそもオーソライズキーを使う権限がないの。じゃあ作ったはいいけど、この鍵は使えないってこと？ええ、そうなるわね。そんなのあんまりだよ。マーナは一体何を考えて。大丈夫、マーナのことだもの、きっと考えがあるのよ。さあルルア、それを確かめるためにもマーナに会いにオルトガラクセンに行きましょう。うん、そうだね。悩んでてもしょうがないもんね。よし、それじゃあオルトガラクセン目指していざ出発。よし、出かけよう。はい、ルルアちゃん、俺と料理で勝負だ。どういうことですかね。全然わかんないんですけど。言わせないでくれ。俺は料理人、そしてルルアちゃんも料理人。いえ、錬金術師ですけど。優れた料理人が2人いたら、やることは一つ、どちらが上かを決める勝負しかないだろう。話全然聞いてないですね。ルルアちゃんも乗り気か。嬉しいぜ。はあ、まあ勝負はフェアに行こう。今回はお互いにこの料理を作ろうじゃねえか。そいつは俺が考えたレシピだ。材料をうまく扱えるかどうかで大きく差が出る。ルルアちゃん、真剣勝負と行こうじゃねえか。はい、わかりました。これを作ってくればいいんですよね。ビルトさん、すごいやる気みたいだし、断るのも悪いよね。料理人ではないんだけど、錬金術師なりに頑張るとしますか。
よう。また来てくれ。行き先はあっと。うん、なんとかなりそう。数は足りてるし、報告していい？仕事終わりました。うん、すまないな。君には助けられてばかりだ。いいんですよ、修行にもなりますからね。あ、ミミさんにステルクさん。お仕事のお話ですか？ああ、ミミ君に魔物退治を依頼していたのだが、あっという間にこなしてくれてな。さすがはミミ君だ。おー、ステルクさんにそこまで言われるなんて、やっぱりミミさんはすごいや。そうね、王国最強の剣士に褒められるのは悪くないわ。王国最強か。それで言えば、君たて王国最強の槍使いだろう。ま、最強って言っても大会で優勝しただけだけどね。ミミ君のことは子供の頃から知っている。彼女の力も才能もあるが、努力によるところが大きい。さまざまな冒険が君を大きく育てたのだろうな。そうですね、ある意味それもあの子のおかげかしら。そうだな。ではまたよろしく頼むぞ、ミミ君。ええ、任せてちょうだい。王国最強の槍、役に立ててみせるわ。かっこいい。王国最強の槍、私も頑張れば王国最強の杖使いになれるかな。我こそは王国最強のルルアなるぞ。なんて。よし、少しでもミミさんに近づけるように、帰ったら杖素振り100回だ。